よいしょ。えい。ほい。ということで、なんかしよっかなって思ったんだけど、何も思いつかないから、晩ご飯を一旦食べまーす。それだけでーす。今日はカレーを食べてまーす。あと、味噌汁もある。なんかね、昨日金曜日だと思ってたんだけど、今日金曜日で、二日連続金曜日気分でおるから、なんか何しよっかなって感じだよね。別に何曜日に何するとか決めてないけど、でも昨日時点でね、昨日が金曜日じゃないって気づいたから、金曜日に捨てるゴミをちゃんと今日捨てられて、それは良かったね。
あ、ハロー。Thank you for playing。今は、晩ご飯を食べてます。I'm eating dinner? You are really cute. Thank you! Dinner, nice, nice, yay, yay! カレーを食べてまーす。トップバリューで買ったナイスなカレーでーす。あ、こんばんは。何もしてません。今日はどうですか？今日はほどほどです。でも悪いことがなかったので、いい日ですかね。ハッピー。なんかね、何しよっかなと思って、一旦ご飯食べてるんですけど。今晩ご飯食べてます。What is for dinner? もらもら。カレー。カレーってカレーだよね。カレー?カレー、辛いカレー、ほどほどのカレー、カリー、カリー、あんまり辛くないカレー、カリー not too spicy。カレー not too spicy らしい。カレー、great choice、イエーイ。辛すぎないカレーを食べております。
と味噌汁、味噌スープをね食べてんだけど、なんか味噌スープはね何入れてもいいって聞いたから、今日はねオクラっていうなんか星の形の野菜を入れてまーす。え？え、オクラって、オクラって翻訳されないんだけど、オクラ、英語。え、オクラって英語からそのまま来てるんです。そうなの。オクラ。オクラ？本当に？日本語に直したらオクラになっちゃうんだけど。ちなみにドイツ語やオランダ語、スペイン語でもオクラはオクラと呼びます。ロシア語でも綴りは異なりますが、やっぱり発音はオクラ。案外ワールドワイドな言葉オクラ。へえ。オクラ情報知っちゃった。え、オクラってそんなワールドワイドに食べられてるものなのかな？オクラの絵出しとくか。今私はフライドポテトを作っています。フライドポテト最高すぎー。最高なんだっけ。王さん、王さん、グレイ。ポテト作ってるんだ、良すぎー。何ご飯？おやつ？これはオクラです。昼ご飯？おーグーッと良すぎー。こっちにコメント来てるんだ。こっちに出しとくか、オクラ。This is オクラ。
今マクドナルドのハッピーセットでさ、フライドポテトよりもっと美味しいカレー、いやーどっちも美味しいからね、どっちもいつ食べても美味しいからね、カレーもフライドポテトも。ポテト食べたー明日行くか、マクドナルド。マクドナルドのハッピーセットでパウパトロールのお風呂ポスターが今ついてくるはずなんだけど、ランダムでハッピーセット買ったら一つのシートに2キャラ書いてあるんだけど、ランダムだからー一番好きなキャラとかがねパッと出ないんだよね。何種類あるんだこれ。1,2,3,4,5 5種類か。一回買ったんだよね、ハッピーセットを。で、チェイスとスイーティーって子が印刷されてるハッピーセットの大負けをもらったんだけど、ラブルのやつがね、欲しくてね。ラブルとズーマのやつ。ちょっとね、もう2、3回ぐらいはハッピーセット行っときたいなって感じだからね。ハッピーセットって期間決まってんのかな？販売期間、2023年3月3日から約2週間確保予定。決まってないんか、これ。なくなり次第終了いたします。どのアイテムがもらえるかはお楽しみです。パウパトロールまたは広がるスカイプリキュアのアイテムに加え、ハッピーセットで過去に登場したおもちゃ1個も合わせてご提供いたします。そうなんだよね。なんかもう1個ついてくるんだよね。でもパウパトロールのお風呂ポスター欲しいから別にもう1個つけてくれなくても正直いいんだけど、明日ポテト食べがてらハッピーセット行くか。ラブルのお風呂ポスター貼りたいな、お風呂に。正直どれ当たっても嬉しいっちゃ嬉しいんだけどね、犬って全部可愛いから。でも途中までしかパウパトロール見てないから、このスイーティーってこのことあんまり知らないから、この前もらった分は1枚のうちの半分チェイスしかどういう犬か知らないんだよね。ハッピーセットってなんか教育的観点みたいなのあるんだ、これ。パウパトロールの発達ポイント。パウパトロールの子犬たちのお仕事や役割を考えてみよう。社会性。ステッカーに書かれた数や肉球の数を、肉球の数を数えてみよう。肉球の数って違うの？犬によって。数量。ステッカーの数を見て、数の大きさ順に並べてみよう。論理性。へぇ。犬のキャラクター性しか見てなかったけど、このハッピーセットをゲットすることで社会性と数量と論理性を養うことができるんだ。
社会の仕事を想像してお話ししよう。あー、なるほどね。このパウパトロールの犬たちって警察とか消防とかなんか救急とかいろんな仕事をしてるから、そういう犬が社会的にどんな役割を果たしてるかを見ながらお話しできるんだ。なるほどね。肉球って何？犬自体についてる肉球じゃなくて柄のことか。ああ、なるほどですね。確かにそれは数量についての考え方が鍛えられそうですね。これ風呂の中で社会性や論理性、数量について話し合うためのアイテムだったんだ。話す人いないけどね。あ、でもそう、このパウパトロールのお風呂ステッカー？ポスターだっけ？で、表面だけじゃなくて裏にも印刷があって、そこには、キャラクターのね、性格とか特徴が書かれているので、社会性、数量、論理性に興味がなくてもキャラクターについて話し合えるという素晴らしいアイテムなんだよね。社会性、数量、論理性に興味ないオタクの方々もキャラクター性にはね、きっと興味あると思うから、そういうことを話し合っていきたいよね。まあ話し合う人いないから己との対話になるんだけど。よし。パウパトロールのハッピーセットのことも知れたな。よし。何しよっかな。あ、日記書こう。いてて。よいしょ。ペンがない。ペンがない。よいしょ。あー、ペンが。よいしょ。今日も特に何もしてない。何もしてないなぁ。マクドナルドに行きましょう。行きましょう、マクドナルドに。パウパトロールのハッピーセットが待ってるよ。本のハッピーセット、好評販売中。へぇ。本のハッピーセットって期間によって、あれなんだ、もらえるもん変わるんだ。
ちゃんはどんなハンバーガーが大好きですか？ハンバーガーか。ハンバーガーで言うと、バーガーキングのが好き。マクドナルドのハンバーガー、あれ、朝マックのやつ。朝マックのやつなんて名前だっけ？朝マックメニュー、チーズとか、なんかね、甘いパンの間にソーセージとか挟まってるやつ、マックグリドル。マックグリドルソーセージエッグ。このいかにもカロリーですみたいなやつ。あと普通にフィレオフィッシュとかも好きだけど、マックグリドルソーセージエッグですね。メイプル風シロップ入りのパンケーキとソーセージパティ、卵、チーズとの相性が癖になるマクドナルドのパンケーキサンド。パンケーキなんだこれ。パンケーキらしい。が、好きですね。そう、これ朝マックだから、10時半とかまでに行かないと食べられなくて、10時半までにマクドナルドなかなか行かないからね、外に出るぞっていう気合が10時半までに入りきらないから。だから、食べられた日はハッピーだね。フィレオフィッシュはなんかね、忘れた頃に食べると美味しいんだよね。外はサクサク、中はしっとり、ふっくらのフィレオフィッシュポーション。なんだこれ、フィッシュポーションって。白身魚の美味しさを味わえる人気メニューの一つです。なんか、最低限のもので組み立てたぞって感じで美味しいよね。マックグリドルとは真逆を行くものかもしれない。マックグリドルとは、いらないもの全部入れたぞって感じだから。この辺が好きだね。なんか期間限定メニューとかね、マクドナルドに限らず、スタバとかもあんま食べないがちだから、あんま知らないんだよね、流行りのもの。マクドナルドに流行りがあるのか知らないけど。でも、月見とかの時期は、みんなが盛り上がってるから、みんなっていうのはツイッターのことなんだけど、そういうのはね、たまに食べたくなるよね。なんで月見ってあんな盛り上がってるんだろうね。美味しいけど、他の限定メニューでも盛り上がればいいのに。いや、盛り上がってるのかな、私が気づいてないだけで。
ーガーキングのね、ハンバーガーは、でかーくていいんだよね。でかくて、食べたぞ感がめちゃくちゃあるから、よくて。あとなんかトマトとかね入っててジュルルって感じがいい。なんか野菜がね生野菜みたいなサンドイッチみたいな感じの野菜が入っててそれがいいね。トマトがギュルギュルすぎてね、あの食べてる間にね、髪がびしゃびしゃになっていくんだよね、あの包み紙が。そういうところがいいね。これいいとこかな。でもそういうところがいいんだよね。髪がびしゃびしゃになっていくからもう手もびしゃびしゃになっちゃって。とこちゃんはまひろ書きましたか？ツイッターピクチャー、あ、書きましたよ。鬼舞逮捕だから、うん、捕まるかもしれないんだけど、そう、書きたくなっちゃったから書きましたね。すごい、素晴らしい。よかった。こんなものをインターネットに上げていいんだろうかって、ね、お庭視聴してるだけでも不安になるのに、イラストまで描いちゃったらね。もう言い逃れできないから。もう2枚はね、素晴らしい、素晴らしいものだから。ヒロはかっこいいです。あ、なるほど。
愛いという意見が多いながらもかっこいい面を評価されてるということなのですね。おにまいのホームページってキャラクター紹介ページ相関図みたいになってるんだ。お得。うん。でも生活してて偉いよね、まひろさんはね。外に出たりしてるもんね、すごいことだよ。もみじさんがね、可愛くて好きなんだよね。てか、お二枚の制服、すごいいいね。え、お二枚の制服、よ。みんなちょっとブカブカっぽい。どこが可愛い。もみじ。もみじちゃん、かわいいね。あと、声がいい。まあ、みんな声いいのはね、当たり前といえば当たり前なんだけど。もみじちゃんの声がいいね。二枚のキャラって楓さん以外のキャラ好きって言ったら全員逮捕なのかな。大丈夫なのかな。不安だわ、ずっと不安。
と、ちょっと不安だよね。でも、まひろさんは大丈夫だと思うんだけど、主人公だし。体つきの話とかまでしなければ多分大丈夫なんだよね。知らないけど。一応、成人男性だし、中身だけで考えれば。本当の中学生とかのキャラ好きって言った時にちょっと心配になっちゃうよね。逮捕されないか。だから、あんまり外では言わないようにしていこうかなって。でもね、じゃあ何の話したらいいのって感じだからね。ブルロックも読んだら汚い言葉しか言えなくなるし、でもだいぶマシになってきたけどね、抜けてきた。デトックスされてるから。だったら、なんだ、表現とかの話したら、あれは純粋に楽しいアニメだからいいかな。タイトル長くて覚えられないんだよね。表現の魔術師が世界を滑る。さあね。次回予告でいつもタイトル言ってくれるのに、表現までしか覚えてないっていう。明るく楽しいアニメでございますよね、こちら。なりたいよね、レイ・ホワイトに。ラストエピソード、ホワイトデイ？ああ、私最新話見てないかもしれない。途中で止まってんだけど。ホワイトデイの話してたんだ。季節か。確かに。え、ホワイトデーってまだ？まだだよね。3月14日か。4日後？え、もうすぐじゃん。へえ。めちゃくちゃ季節の話題だ。今画面にね、日付と時間出してるから、日時分かってるだけだから、普段分かんないんだけど。いいね、そういう季節の話があるのは。
なんか下向いたら顔が怖くなるんだけど。チョコレートを作りましたか？チョコレートは一個も作ってません。Not made at all. Not made at all. ゼロ。ゼロです。人間と交流してないからね。たとてだよね。まあ交流ある時も作ってないんだけど、キッチンキッチン入るなってね、あのママに言われてるからね、ママに立ち入り禁止だとね。だから、ほぼ作ったことないね。しかも、デパ地下とかでチョコめっちゃ売られてるんだけど、バレンタインとかのシーズンって。そこにも行ってないね。買ってません。出ません。季節の行事、楽しんでなさすぎ。っていうか、バレンタイン？ホワイトデーはギリギリ間に合ってるけど。とかって、なんかね、気づいたら終わってて。気づいたら終わってるんだよね。あんま、もっとね、チョコレート好きの人とかをいっぱいツイッターでフォローしとけば、バレンタインのシーズンとかに、こういうチョコが美味しいみたいな話題がいっぱい流れてくるのかもしれないけど、そこまでチョコに固執してる人を多分そんなにフォローしてないから、あんま、あんま騒がれてた記憶がない。騒がれてないとそのシーズンだと気づかないからね。でもなんかそういうの楽しんだ方が良さげだよね。餅、菓子は餅とかは買いたいね。美味しいから和菓子って。5月5日、5月5日がね、子供の日で多分、かしわ餅食べたりするんだけど。それとかはやりたいよね。あとなんかある、4月ってなんか食べるものあるのかな？今日は3月10日の
金曜日。今日の日記。よいしょ。よし。日記も買い出し。今日。こんなもんかな。明日はマクドナルドに行く予定予定となりました。では本日はこんなもんで、またねー。お元気でまたねー。配信、今日の配信は終わりだ。